1998年の福岡大英ホークスでは、1998年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。この年の福岡大英ホークスは、大貞治監督の4年目のシーズンである。前年4位のチームは、松永博美などのベテラン選手が引退したことを受け、若手主体のオーダーで開幕に臨むはずだった。しかし、1997年の開幕前に、 発覚したプロ野球脱税事件で4番の国保勇気が連座し、パリーグから開幕8週間の出場停止を受ける最悪のスタート。急遽国母の穴埋めとして広島のルイス・ロペスを獲得し、シーズンに臨んだ。チームは5月に15勝9敗で勝ち越したが、6月に7勝13敗で負け越して4位に転落。それでも、 首位独走の日本ハムが8月以降失速したこともあり、首位戦線には踏みとどまったが、終盤の24試合で10勝14敗と息切れし、最後は5連敗で閉幕。その後オリックスが西部とのダブルヘッダーに連敗したことにより、両球団が同率3位となり、球団としては1977年以来21年ぶりの A クラス入りを果たした。当主人は、 武田和弘が13勝で最多勝ちを獲得し、近鉄から遺跡の西村隆二は10勝を挙げる、活躍を見せた。打撃陣では2年目の井口忠人が低打率にあえいだ。ものの、柴原洋や城島健治などの活躍でチームは、勝率5割復帰を果たし、1999年のリーグ優勝につながった。国母の復帰もあり、ロペスはわずか1年で退団した。 ありがとうございます。